ブラックプールトラムはイングランド北西部のブラックプールで運行される路面電車である。ブラックプール市内のスターゲート駅から北に位置するフリートウッドフェリー駅の間を運行している。1885年の開業以来、現在に至るまで継続的に運行されており、第二次世界大戦以前に製造された2階建ての車両が現在も使用され続けている。 イギリスの路面電車で最も運行の歴史が長く、グラスゴー支電が廃止された1962年からマンチェスターメトロリンクが開業した1992年までの30年間、イギリスで唯一の路面電車だった。2011年から2012年にかけて一時運行を中止して停留場の開廃や河川電圧の昇圧を含む大幅な近代化改修事業を行い、 新たにボンバルディア製定商社が投入された。総延長1 7 7ル、三3 8の駅で構成される。開業当時は暗渠終電方式を採用したが、海岸沿いという立地から、被災や塩水による問題を解決できなかったため、間もなく通常の河川方式に改修され、電車も改造された。再生時は、 町の各所に支線が走っていたが1960年代以降、路線網は縮小され、現在では一路線だけが残っている。車両は、ボンバルディアトランスポーテーション製のフレキシティニと、イングリッシュエレクトリック製のバルーンが運行される。通常の運行は、フレキシティニに,に統一されているが、事故や故障が起きた時にはバルーンが投入される。運行間隔は昼間は10分。 夜間は15分おきに1本。基本的には全線を走破し、時刻表上の所要時間は58分である。夜間には途中駅で折り返すものが何本かある。乗客が多い場合は随時増発が行われることもある。他に開業当時の車両を含む多数の保存車両を保有しており、土日及び長期休暇の時期を中心に胴体保存の旧型車両が プレジャービーチ、ノースピア間で折り返し運転を行う。こちらは前もって、ダイヤや車両が発表される。運賃は乗車距離によって3段階に分かれており、初乗りが1.8ポンド、以降2.3ポンド、2.8ポンドとなる。5歳から15歳までの子供は、全線1.2ポンド均一である。またトラム単独あるいは、バスとの共通乗り放題キップがあり、 有効期限は24時間、3日間、7日間、1ヶ月間の種類がある。家族割引やグループ割引もあり、割引が適用される条件は公式ページに記載されている。切符は基本的には乗車した時に乗務員から購入するほか、各社の対応スマートフォンで事前購入し画面にチケットを表示して乗車することもできる。 ただし割引運賃が適用される子供の場合は、事前に営業所で申告が必要である。タルボットスクエアからタルボットロードを通りノーザンレールのブラックプール支線ブラックプール北駅まで乗り入れる支線が現在建設中で、2022年の運行開始を予定している。その他、かつてスターゲートで接続していたリザムセントアンズのトラムを復活させる計画や、 ポールトンルイコールフィールドへの視線建設計画があるが、いずれも現在資金面の目処が立っていない。ありがとうございます。